はい、どうも。秋は陸より海にいます。ケイです。はい。オープニングで登場したタワテラミッキーです。これを使った理由は近日わかりますので。はい。今日はディズニーのランドとシーで買ったハロウィンの購入品紹介をしようかと思います。はい。まずはディズニーランドから行こうかなと思います。まず一つ目に購入したのがこちらですね。ハロウィンポップンライブのラバーバンドです。のドナルドですね、もちろん。まあ、これをつけて、やっぱりポップンライブ楽しみたいなと思い購入しました。あと、やっぱり買いやすいっていう金額がね、500円っていいよね。これをバッグにつけるのもありだし、まあそのやっぱり腕につけて楽しむのもありだし、まあ飾りにも使える。やっぱりこういう低価格で買えるアイテムってすごいいいなと僕は思います。はい、続いての購入品がこちらですね。T シャツです。かっこいいよね。もうこのミッキーにどれだけやられることか。もうミッキーもかっこいいし、わかるかな？チップとデールもかっこいいんですよ。で、その下にやっぱりスティッチいて、やっぱりガールズがいて、ドナ様がいて、いやーもうこれいいよね。裏側が、もう本当にライブとか行かれる方はわかりやすいと思うけど、まあタイトルあって、まあツアー T シャツって感じがするよね。で、裏はパレードルートになっています。いや、これほんとかっこいい、いいって思いました。続いてご紹介するのが、ディズニーランドのハロウィンレポートでも購入したんですけど、ランド限定のスーベニアパックですね。これは、僕はもう一眼を入れています。ちょうどいいサイズなんですよ。あと、持ち運びやすい。これは本当にすごい便利だなと思いました。まあ普通にそういう一眼使ってもいいし、中が銀なので、まあお弁当とかにも、もうよさ、お弁当に本当は使うので、そういう仕様になってます。あと、まあ裏側の星も結構可愛いよね。で、これもハロウィンの T シャツと一緒で、裏側がツアー T みたいになっています。これはすごいいいと思いました。よかったらチェックしてみてください。ディズニーシーのハロウィンに関しては、去年の方が僕は好きでした。なんかね、今年のはヴィランズがすごい好きな人は嬉しいんだけど、あまりにもちょっとヴィランズが強すぎて、もうちょっとミッキーたちも前にしてよかったんじゃないのかなって思います。で、まあ購入できてなかったドナルドの縫い場だけちょっと今回購入したって感じですね。かっこいいよね、もうドナ様。やばい、もうほんとこの縫い場だけで1時間語れそう。はい、嘘です。盛りました。ビラワに関しては、あとはハロウィンのレポートで言ってたスーベニア、ほんとこれぐらいのバランスの方が僕はやっぱりミッキー&フレンズプラス、やっぱり悪役が主役みたいな、やっぱりちょうどいいバランスのがいいなって僕はグッズ的には思います。あとはハロウィンのレポートでも言ったんですけど、ガチャガチャですね。で、これはやっぱりスペアキーにつけてます。部屋の家の鍵をつけております。これだとなくしても見つからないからね、おっきいし。あとこれ光るんですよね。赤色でした。ミッキーは赤かな。で、続いてはディズニーランドとシーで売ってる共通グッズをご紹介しようかなと思います。まず一つ目が、お化けのタオルですね。もうこれも可愛くて、もうこのミッキー可愛い、本当に。やばいよね。で、これ3個セットになっていて、お値段が1500円なので、まあ、1つ500円と思っていただいた方がいいかなと思います。まあ、アートはこんな感じでなっています。1つだけ出してみました。大きさわかるかな？手のサイズで言うと、まあこれぐらいなので、まあ結構大きめなんですけど、まあ手拭くぐらいには本当にちょうどいいですね。いや、てか本当これは可愛いのでおすすめです。本当ハロウィンだよね。これのタオルは、やっぱりお土産とかに配るのには全然僕はありかなと思います。まあ、1つ500円と思っていただければ、3人にまあ軽く配れるなっていうのはあるので、おすすめです。はい、ここからはお菓子をご紹介していこうかなと思います。ハロウィンで購入したお菓子ですね。まず1つ目が、チョコレートバーになっている、こちらのビニールバッグですね。だいぶちっこいです。で、表がランドで、裏が C になってますね。これって最後出たのって、15周年のグランドフィナーレの時かな。まあ、それ以来ですよね、多分。で、まあ、
裏がビラワで、表がポップンライブになっています。まあこれを買った理由に関しては、まあ銭湯とか行くときに、まあ小物とか、なんて言うんだろう、ボディーソープだったりとか、まあそういうのも入れるのにもいいかなと思いました。女性だったら、まあ本当に簡単に歩くんだったら、まあ化粧品だったりお財布だったりとか、まあそれぐらいは本当入ると思いますので、これはすごいいいですよね。やっぱり缶とかってなると、やっぱり使わないまま放置とか多いんですけど、こういうのってすごい使いやすいのでおすすめです。はい、でこちら購入したのが10月の15日なので、だいたい日持ちが11月の18日なので、まあ2ヶ月か、2ヶ月持ちますね。まあただチョコレートなので、まだちょっと高気温というか、夏ではないけど、まだ暑い時期なので、まあ、やっぱりお土産に配るにはちょっと、まあおせんべいとかの方がいいかなと思います。自分で食べるように関しては、このお土産は僕はおすすめです。はい、続いての購入品のお土産の紹介します。こちらのおせんべいです。表がポップンライブで、裏がヴィランズワールドになっています。やっぱりさ、年々本当にミッキーたちちっこいって、もうちょっと前に出して。ヴィランズ好きだけど、でこっちがまあミッキーになっていて、裏がミニーちゃんになっています。でおせんべいの数がだいたい40袋あって、まあこれぐらいってことですね。甘塩味が7袋、柿の種も7袋、青味かなごめんね、まあ、大体7袋入っています。でもこれはすごい配りやすいんじゃないのかなと思います。まあ、紙なんですけど、まあ、結構ねこうやって持ち手もあって、飾るのにも良さそうですよね。はい、続いてはコスパのいいお土産ご紹介しようかなと思います。ハロウィン限定なんですけど、まず1つ目、キャラメルです。まあ、ディズニーシーのハロウィンっていうのもあるし、これ500円で40袋入りです。で、だいたい日持ちが3月の20日ですね。これいいよね。学校とかでさ、配るにしても、まあだいたいクラスってまあ何人かよるけど、まあ、40個あればさすがにさ配れるよ。あとはやっぱり身近な友達とも、まあ自分用で食べるのもいいですし、何よりハロウィンって言ったっていうグッズでこれだけコスパのいいものってないなと僕は思います。はい、続いてが、これもコスパがいいです。マシュマロです。全部で15個入りですね。で、何よりさ、もう可愛いよね、このミッキー。もうダメ、もうほんとキャラオタには辛い。まあ、チップとデールもいます。で、裏側にもミッキーさんいるんすよ。ほんと可愛いよね。で、だいたいお値段は500円で、11月の23日まで持ちます。だいたい、まあ、これも2ヶ月だね。マシュマロは溶けないから良さそうですよね。ただ、使ってるのが、チョコレートクリーム入りとブルーベリーゼリー入りって書いております。こうした方がいいかな。はい。以上、ディズニーのハロウィンの購入品紹介の動画でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram やっておりますので、よかったらフォローお待ちしております。